サメさん外来行ってみたいと思います。本日の長文の全体像はこちら。まあ、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、時間が長くなってしまいますので、この色のついた3問、これを一緒に頑張りましょう。サメさん、まずはこちらの設問の指示、一読だけお願いいたします。さあ、大事な略でございます。皆さん、注釈1箇所ついてますからね。まずは下線部1番、問いの1番の検討をお願いします。さあ、皆さん、説明の指示にミステイクと書いておりますので、これは皆さんマイナスの内容ですよね。で、ありがたいことに下線部1番の右側読んでいただけますと、マイナスの内容を書いておりました。そうです。この三角括弧でくくったところ。皆さん、和訳をすると、猫が could control、制御できちゃうんですね。で、何が制御できるかと言われたら、私が起きる時間。まあ、いつ起きるのか。それを猫がコントロールできるということは、皆さん、猫の都合で私は起こされるんですよね。で、なんで起こされるかというと、下線部の1番。feeding the cat。猫に餌を与える。で、first thing。真っ先にって書いてますね。で、in the morning、朝。ですから、朝ごはんを真っ先に猫にやること。これを習慣化してしまうと、当然猫がお腹を空かせると、私を起こしに来そうですよね。ですから、猫の意のまんま。で、皆さん、もちろん説明指示に字数は書いていないので、試験当日。まあ、余白の広さによって皆さん出し入れするんですが、まずは最低限こんな感じで書いてあれば OK です。猫が私の起床時間。それを制御できてしまうから。まあ、少なくともそのあたりが書けてあれば OK かと思います。で、皆さん、次の問題はこの空所。この空欄の問題が問いの2番でございます。まずは A の検討をお願いします。さあ、皆さん、空所の右側でございますが、politely という副詞。そうです。後ろに副詞しかないんですから、まずは空所のところは自動詞を入れるべきですね。で、皆さんも感じてるかと思いますが、選択肢のあーはちょっと意味がわかんないですね。まあ、初見かと思います。で、残った選択肢の E、U、A、O の中で自動詞と言われたら、まずは E。まあ、皆さん、これ猫の話ですので想像はつくかと思いますが、ミャオっていうあの猫の鳴き声のことですよね。そうです。ミャオって鳴く。そしてもう一つ O はラン。まあ、これは走るですから自動詞。で、もちろん空詞の右側には、丁寧とか、皆さん、礼儀正しくと書いておりますので、さすがに O。まあ、走り方に皆さん、礼儀正しく。丁寧に走る。まあ、走り方にちょっと礼儀作法は多分ないかと思います。で、一方選択肢の E であれば、皆さん、丁寧に。まあ、飼い主に対して礼儀正しく、ミャーオって鳴くんでしょうね。まあ、甘える様子が伺えます。ですから、まずは空欄 A。正解は E ということでよろしいかと思います。では、皆さん、続きまして、空欄 B の検討をお願いします。では、皆さん、これは空詞の右側に single claw という名詞がございますので、他動詞。ですから、可能性が高いのは、うーとえ。で、なおかつ、後ろに音くっついておりますので、もうこれで一発ですよね。そうです。選択肢のうーの place。place A on B。A を B に置く。これで問題ないかと思いますので、正解はうーということでよろしいかと思います。さあ、続きまして、空欄 C の検討をお願いします。すみません、これ空所の右側は what 説取っておりますので、皆さん名詞。皆さん、what 説が名詞だというのはご存知かと思いますが、後ろに名詞が来ているということは他動詞。ですから、まず真っ先に選択肢の A、pour、まあ、注ぐんですね。まあ、それが入るのかなとちょっと思うんですが、どこに注ぐのかが書いていないんですね。で、もちろん選択肢の O は自動詞ですので、おそらく空欄 C には、あ、これが入りそうですね。ただ、ちょっと確実性がないので、先に皆さん空欄 D、こちらの検討をお願いします。すみません、これ空所の右側の it、名詞がございますので、他動詞。で、なおかつ、後ろにボールって書いてますよね。まあ、しかも、私のグラスからボールに。ときたら皆さん、注ぐでバッチリですね。ですから、他動詞の絵が正解ということでよろしいかと思います。となってくると皆さん、先ほど保留にした空欄 C の正解は、あ、さすがにこれ覚えなくてもいいですからね。covered、他人のものを欲しいと思う。まあ、他人のものっていうのは皆さん、これ猫ちゃん目線から言うと、私が飲んでる水ですよね。まあ、特に高品質の水って書いてます。ですから、もし意味が分かってた方はバッチリ。ただ、知らなくっても皆さん、消去法とかで皆さん、いけそうですね。で、残った皆さん、O の running。これ皆さん、次の段落に空欄が出てくるんですけども、おそらくその残ってる2の E という空欄。それには O が入るはずですね。
ひとまずこの第一段落の空欄4つ、正解はこんな感じでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第二段落でございます。皆さん、先ほどの空欄 E の問題、一応ここに Running それが入るはずですので、それを踏まえて読んでくださいね。では皆さん、この下線部3番トネさんまの和訳問題でございますので、検討をお願いします。それでは下線部和訳でございますので、この後ホワイトボードで解説をするんですが、この皆さん、オレンジで囲った This Accord、まあ、直訳するとこの一致、まあ、試験中であればこの一致と書いていただいてもいいんですが、もう少し詳しく書いたという方もいらっしゃるかと思います。ですちょっとそれを先に解説いたしますね。で皆さん、前振りがちゃんと振られております。緑で囲みましたが、私はその猫ちゃんを追いかけるんですね。ただ皆さん、追いかけても隠れてしまいます。そうです、追いかけたら逃げる、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですが、それは最初はわからなかったんですね。私が間違ってました。でこの私は考えを変えて、皆さん、興味がないふりをしたんですね。全く興味なし。そうすると猫ちゃんが私の方に近づいてきてくれました。でその後匂いを嗅げるようになったんですね。ですから段落、皆さん、この辺りに戻りますが、猫ちゃんと私、まあ、ここにお互いに理解できるようになったと書いておりますが、気持ちが通じ合えるようになったんでしょうね。まあ以心伝心みたいな感じでしょうが、それが皆さん、ディスアコード、猫と私の気持ちが一致した、気持ちの一致、そういうふうに皆さん書いていただいても OK かと思います。ただ皆さん、先ほどもお伝えしましたが、単なる一致、まあ、それでも最低限 OK ですからね。で、皆さん、残ったところはホワイトボードで解説をいたします。さあ皆さん、該当箇所ホワイトボードに書いてみました。皆さん、この上が模範解答ですからね。でこれを見ながら聞いていただけると OK です。さあ皆さん、1番セント、まあ、さすがに私は主語で、副詞は括弧でくくっときますね。で、B 動詞がありますので、後ろは保護で、前置詞プラス名詞は括弧でくくっときます。就職語ですよね。で、皆さん、 No less A than B、 まあ有名どころは No more A than B ですが、皆さん、あのクジラ構文、馬が魚でないのと同じように、クジラも魚じゃありませんよ。で、それが皆さん、no less、つまり no マイナス、less もマイナス、マイナスとマイナスでプラス。まあ、さすがにそれは皆さん判断できるかと思います。で、皆さん、2行目に行っていただいて、私が主語。で、副詞ですから、括弧でくくりました。で、あと皆さん、recorded。皆さん、後ろに名詞がございますので、他動詞。ですから、メッセージが目的語。で、最後、前置詞プラス名詞ですから、括弧でくくっときます。M ですよね。さあ、皆さん、構文構造はこんな感じでございます。あとはどっから訳すのかなんですけど、この緑で書いた No less A than B、 これ皆さん、普通 than の右側から訳しますよね。つまりこの青いところ、ですから大雑把に訳すと、青いところと同じくらいオレンジのところ、おそらくその順番で訳し上げましたね。で、訳す順番ですが、まずは主語が一発目で、皆さんおそらく無意識にやってるかもしれませんが、動詞はなるべく後回しの方がうまいこと決まりますよ。で、前置詞プラス名詞は右側から左側、こうするとうまいこといきますよね。ですから訳す順番は2番目、3番目。で、最後動詞のところに戻ってきました。で、緑のところが5番目。だと皆さん、最後オレンジですが、皆さん、ここ前置詞プラス名詞ですから、右側から左側へ遡る。で、6番目、7番目。で、皆さん、そのあたりを踏まえていきますね。まずこのあたりからご覧ください。私は、で、星からのメッセージをうまく解読できた場合、で、そのうまく解読した場合と同じぐらいオレンジのところですね。この位置。そうです。先ほどお伝えしましたが、これですよね。猫との気持ちの位置。それに本当に感銘を受けております。ということで皆さん、考えていただいた回答、それとこちらの模範解答を見比べていただけると OK です。